松井康史疑松井公義大正4年10月15日は、明治期の武家家族、死者区。旧川越藩藩主、松井松平家14代当主。旧姓、松平。川越藩の元藩主、松平安秀の次男に生まれる。幼名は英松。安秀は、松井松平家文家の旗元時代に、公部署頭取、外国奉行、神奈川奉行、 文久県王施設の副祉、環状奉行、大目付、南町奉行を歴任、元治元年に本家を相続の後、寺社奉行、老中を歴任、また、棚倉藩を修法の後、川越藩へ転覆されたが、明治2年に家督を、養子の子をはじめに譲って隠居していた。明治12年3月15日に、子をはじめの養子となり、松井姓を名乗る。 明治17年に死者を授けられる。慶応義塾幼稚社から慶応義塾大学部に進む。明治29年14位。家族会議の談話会会員となる。商友会と談話会了会の対抗問題に巻き込まれ、貴族院死者議員とならなかった。明治35年に埼玉県川越において、陸軍不評隊員、小川県之助が670名を組織し、 慶王義塾生徒対春季機動演習を行った際に慶王義塾自転車クラブを組織し幹事長となる。帝国陸軍ではドイツで導入されていた自転車の軍事使用について研究中であったがこれを慶王義塾自転車クラブが聞きつけて演習に参加させてみたいと陸軍に申し出たところ欠落を得て実現を見た。陸軍不評隊員梅津元春、不評総長 小屋正しづり、不評総長、江頭正春の3名が参加し、予期以上の好成績を挙げ、松井は自転車の歌を作詞して部員に配布した。伯爵、松浦仙の五女正子と結婚した。尺位は長男の松井康明が就職した。ありがとうございます。